ニーナ・ガルシアでカスティリアノスはコロンビア出身のファッションジャーナリスト、評論家。雑誌、エル・マリエ・クレールのファッションディレクターを務め、一般的にニーナ・ガルシアの名前で知られている。リアリティ番組のプロジェクト・ランウェイの審査員も務めている。ニーナはコロンビアのバランキー・ジャニテ輸入業を営む裕福な家庭で生まれた。1983年に マサチューセッツ州、ウェルズリーのダナホールスクールを卒業し、ボストン大学の学士号を取得した。その後、パリのエコールスペリエウレデラモードに通い、1992年にニューヨーク州立ファッション工科大学の学士号を取得した。ニーナはファッション業界でのキャリアを1980年代前半にスタートさせた。百貨店、 ペリエリスの PR 担当から始まり、マーク・ジェイコブスのデザイナーまで登り詰めた。マーク・ジェイコブスを離れた後、ニーナはミロベラでアシスタントスタイリストとマーケットエディターを担当した。2000年に雑誌「L」のファッションディレクターに就任し、2008年4月から8月まで総合監修者に就任している。ガルシア・レフト・ザ・ファッションディレクターポジション・イン・エープリル2008 ビカミングエディターアート、ラージアットザマガジンアンティルザエンドオブオーガスト、2008年4月11日号のアスウィークリーが、ニーナのエルのファッションディレクター退任を報じられた。これは契約更新に伴うもので、同年5月15日に、雑誌の統括責任者で、チーフエディターのロバータ・メイヤーズは、ニーナのについて、同年9月1日まで、総合監修者に就任する。 新しい契約を結んだことを発表した。ニーナは L で13年間を過ごし、内後半の8年間をファッションディレクターを務めた。2008年9月に雑誌マリエ・クレールの新ファッションディレクターに就任した。2007年5月、ニーナはメキシコシティにて行われたミスユニバース2007の審査員を務めた。この時のミスユニバースには森道夫が選ばれている。 ニーナはこれまでに4冊のベストセラーを執筆している。2007年9月5日にザ・リトル・ブラック・ブック・オブ・スタイルを出版。これまでに第8冊目が制作され、スペイン500番も出版されている。2008年8月26日にザ・ワンハンドレッド・ A ガイド・ツー・ザ・ピーシズ・エブリースタイリッシュ・ウーマン・マスト・オンを出版。こちらも8冊目が制作されている。 2009年9月には、ザ・スタイル・ストラテジー。2010年9月には、ニーナ・ガルシア・イス・ルック・ブックを出版した。デビッド・コンラッドと結婚し、2007年3月に男児を出産した。2010年11月に二人目の男児出産を公表した。ありがとうございます。